みなさんこんにちは。元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳、あやはねまやです。なんと私、あやはねまや、今日からマウスピースの歯列矯正が始まります。イエーイ。ということで、ついに始まりました。先々週とその2週間前の、ほんと1ヶ月前ぐらいから2回ほど歯医者さんに通って、一番初めは相談と歯型取り、そして前回はその歯型をもとに作った歯のシュミレーション、どのぐらいしっかり動いてくれるかというシュミレーション、それは動画に出しました。そして今回ついにマウスピースが手に入りました。こちらです。じゃーん、めっちゃ歯型のマウスピースです。これはもう歯医者さんでははめたんですけど、結構はめてると歯がギュッてギュッてされてる感じがしました。なのでこれをしっかりつけていくと、だいぶ歯が痛いみたいですね。なので頑張っていきたいと思います。でこれがソフトっていうタイプで、すごく柔らかいです。こんなに柔らかい。そして私の手元には今このミディアムっていうのとハードっていう、もう2つマウスピースが渡されました。この3つで1セット、これで1ヶ月頑張ってくださいという形で渡されました。マウスピースの名前はアソアライナーっていうものです。このアソアライナーっていうマウスピースの矯正方法は、そのマウスピースの歯の位置をこうどんどんずらしていくことによって、そのマウスピースに歯が合っていって、でちょっとずつ歯が動いていくっていう方法なんですけど、まず柔らかいものはこう反発力がね弱いので、こう歯を優しく動かします。である程度動いてきたら、今度ミディアムっていうちょっと固めになります。でまた動かします。そして次ハードっていうタイプで、がっちりと動かして、でそれでワンクール、で次に、でその間に歯医者さんに1回通っておいて歯型を取っておいて、次に作られたマウスピースをまたはめていってっていう形で、7ヶ月私はこの7クールですね、しっかりと歯を動かしていったら、この間お見せしました歯型のように美しい歯並びになるよっていうタイプです。タイプそんな歯の矯正法が始まりました。結構痛みとかあるみたいなのと、あとはいろいろ不便なこともあるみたいなので、今回はそのマウスピース矯正をするにあたりまして、メリットとデメリット、そしてお金の話をしてみたいと思います。こんな使用方法の注意書きをもらいました。まずアソアライナーのすごいいいところは、はめると透明なので目立ちません。後ではめたところ見せます。目立たない。そして付け外しができるので、私のような人前に出たりする場合、仕事中は外したりしてお仕事に挑むことができるっていうところなんですけど、デメリット、この使用についての注意書きにもあるんですけども、1日17時間以上装着していなければいけません。なので、外しっぱなしでずっといるとすぐ後戻りしてしまうので気をつけましょうということですね。あとはご飯を食べるときは必ず取り外ししなきゃいけないので、外して食べて歯磨きしてはめてっていうちょっと面倒くさい工程があります。あとは必ずサボらずに、ソフトタイプ10日間、ミディアムを10日間、ハードタイプ10日間しっかり装着しておかないと矯正が進まない。矯正のね、こうワイヤーを歯につける人はほっといてもずっと動いてる状態なんですけど、このマウスピース矯正の場合は自分の自力でちゃんとサボらずにはめていないと矯正が進まないよっていうことですね。で、自分の心がけをしっかりとして、しっかりこうマウスピースをつけていくと、普通よりも早く
理想の歯に近づくこともできる可能性もあるそうです。そして、デメリットのもう一つとしては、もう何回も何回も歯型を取らなきゃいけなくて、通院を、大体1ヶ月に2回はしていかなきゃいけないというところなんですけど、普通の矯正でも大体1ヶ月に1回か2回は通院していくと思うので、そこは変わらないかなと思います。あとは痛みがすごく強いです。やっぱり歯を動かすっていうことは、なのでそこを頑張って変えていこうと思います。あとはやっぱ皆さんが気になると思うんですけど、金額ですね。金額は多分マウスピース矯正はかなりお手頃というか、みんなあのイメージしているこう歯の矯正って言ったら1回で100万円とか何百万円とかをお金払わなきゃいけないっていうイメージがあると思うんですけど、それが全然なくって、とてもやりやすい。矯正をお金の問題でやるかやらないか悩んでる人とかには、あのとても思っていたよりリーズナブルでおすすめの方法かもしれません。ということで、詳しく今から私がかかったお金を、そしてこれからかかる予定のお金を説明したいと思います。まずこのアソアライナー、このマウスピースを作るまでに検査をします。歯の、例えば虫歯とか、あと型取りとか、あとこの一応マウスピース矯正はどんな歯の人でもできるっていう風には言われてはいるんですけど、どうしてもできないタイプの歯がガタガタすぎる人とかにはおすすめできないらしいです。なんかそういうこのマウスピース矯正に合ってるかっていう歯の検査をしたりします。でその検査台、あと型を取って、歯型のシミュレーションするシミュレーション台などにお金がかかります。でそれが一番最初かかったお金が1万5000円ぐらいでした。でその後もう一度通院して、でそしてこのマウスピースができたんですけれども、一番最初初期でかかったお金が私は7万200円でした。このマウスピース代込みで7万200円だったんですけど、この以降はですね、このマウスピースを作るごとに1万5000円ずつお金がかかります。だからもう本当に思ったよりも取っかかりやすいというか、1つ3個で1万5000円なので、1つだいたい5000円ぐらいでマウスピースができる感覚。あとはその都度調整代とか、歯型を取ったりするのにお金は多少かかるんですけど、だいたい月に2万円ぐらいで今後矯正ができるのかなと思うと、私の場合最初の7万円プラス、このあと6ヶ月月に2万円と思って12万円、だから上顎だけの矯正ですけど、上顎だけの矯正でいくらなるんだ、7万円プラス6万円だからだいたい13万円最初にかかったのが1万5000円があるから14万5000円、14万5000円でこのちょっとずれた前歯が綺麗に揃うって思ったら、もう今まですごくもうめちゃくちゃお金かかるんだろうなと思って悩んでたことが、本当もうちょっと頑張ってちょっとお金を貯めておけばできるぐらいの金額だったんだなと思ったら、もっと早くやっとけばよかったなって思います。なのでなんかちょっと後戻りとかで悩んでる方とか、ちょっと前歯を揃えたいとか、そういうことで悩んでる人はぜひ一度マウスピース矯正を考えてみてもいいのかなって思いました。それではこのマウスピースを早速はめているところをお見せしたいと思います。いくよ、せーの。あ、痛い。でこうはめたら、ほら全然目立たなくない？はめたらこれにチューブをもらいました。この歯医者さんの場合なのかもしれないけど、これをこうやって噛んでいくとがっちり歯にぴったりフィットしてはまります。あーでも、
痛いです、めっちゃ痛い、あの歯がギュッて押されて痛いです。でこれは私すごい思い出というか、小学校から中学校にかけて4年間あのガチの矯正をね上下でやってて、あの本当に痛すぎて眠れなかった思い出があるんですよ。あれがもうよみがえりまくりまくりまクリスティーな感じの痛みです。ただ私は上顎だけっていうのと、あと軽度のズレ、その矯正の後戻りをなだらかにするだけなので、そんなに強い矯正ではないんじゃないかなと思ってるんですけど、それでもやっぱ歯をこう固まった歯を動かすっていうのは結構痛いんだなって思います。でもこれ慣れてくるんでね、はめてたら。今日はもうつけたてだからめちゃくちゃ痛いけど、ちょっとずつ慣れてくと思う。で、私の場合この歯上あごだけです。この前歯を引っ込めて、引っ込まれるところまで引っ込めたら、それが気に入ればそこで満足すればそこで止められますけど、もっと下に中にもっと中に前歯を引っ込めたい場合は下の歯も矯正することになるみたいです。とりあえず7ヶ月はこのアソアライナーを頑張っていきたいと思います。でも本当すごくない？これで全然外歩けるし、喋っても全然目立たないでしょ。今日このアソアライナーをはめるときに、歯ってこう前に出てるときにね、歯がギュッてなっちゃってて詰まってるんですね、一本一本が。で前に出てる歯と後ろに出てる歯がちょっとこう重なってる部分とかがあって、そのままあのマウスピース矯正だとそのまま引っ込めることができないので、今日は歯を削ってきました。こことここ、この歯の隙間とこの歯の隙間、全然ね近くで見てもあんま全然わかんないんですよ、隙間が。今ちょっとはめちゃってるけどマウスピース、ここね全然わからないぐらい 0.2 ミリずつヤスリでガリ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 って普通にね削られたんですけど、全然痛くなくて、でこういう感じでちょっとずつ削りつつまた引っ込めるっていうのをやるそうなので、ちょっとだけ歯がちっちゃくなるみたいです。ただ全然わかんない程度みたいです、それは。はあ、でも本当に痛いな、頑張ろう。ということで今回は矯正を始めたよっていう報告動画でした。金額とかも気になること皆さんあると思いますので、これからも随時報告動画出していこうと思います。7ヶ月後と比べてね、今の歯どうなの